黄緑六号を G 色とした百三系黄緑六号は山手線の帯色として定着した国鉄所有コンテナの標準色としても採用された黄緑六号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つであるうぐい水色萌え木色とも呼ばれる九百六十三年に登場した百三3系電車で初採用となり投入線区が山手線であったため以後山手線の ラインカラーとして定着するとともに、中央線快速の朱色1号、山手線中央、総武観光線の木5号と合わせて3色が登場したことにより、線区別のラインカラーという概念が登場するきっかけとなった色でもある。その後、新性能通勤系電車の塗装として、関東では横浜線、埼京線、川越線、八高線に、 関西では1973年以降の関西線でも採用されたが、関西線では田園風景の中に黄緑が溶け込みやすく、また季節によっては霧が出て識別しにくいとの理由から、前面に警戒色として季語号の帯を入れていた。一時期この帯は省略されていたが、現在では同様の理由で白帯が付けられている。大和寺線以外では奈良線、 大阪東線でも本、色が使用されている。オールステンレス車両にも本、色が引き継がれ、山手線用の205系 E231 系500番台 E235 系のほか、横浜線用の205系 E233 系にも採用されている。また、旧慶国電では、千石線や呉線、壁線でも採用され、後に、 関西線と同様の理由から全面に、戦績線では木5号、呉線と壁線では、周路1号を入れていた。貨物用の採用例では、国鉄所有コンテナの標準色とされていたほか、車掌車45000系のコンテナ専用急行用車の外部色、チップ専用無害車トラ9万系の上半分にも採用された。ありがとうございます。